それはキドニーケアプラスのサンプルがあったじゃん。2つぐらい、2、3出していて。ね、もう今10出した。何が10出した？サンプルの1袋分の。あ、サンプルを 10個出したの。10。はい。はい、すみません。はい。で、まあ、28グラム2回で、はい。まあでも、まあまあ治療はやらさせてくれましたね。そんなに抵抗はなかった。でも力は出てるような気がします。確かに。で、うんちはしてませんのでね。はい。で、そう、キドニーケアプラスがちょっと、ネット販売、要は、しか買えなくなってきちゃったんで、はい、すいません、ちょっとお手数ですけど。で、まあ、とりあえずサンプルをたくさん持ってもらって。だから、でもまだ食べたいんだもん、キドニーケアプラスはね。まずは、その、そっちの食べる方に。流動食にしてるだけなんで、うん、そう、でも流動食で頑張れてると思うんですよね。ちょっと涼しくなったら食べてくれるかなって思うんだけど、まあ、大変だと思いますけど、ちょっとそれがね、うん、帰ります。ガンブザ分かってないんだよね。食べさせてもらってるから元気になってるけど、そこが分かってくれるといいんだけど、元気で出てきたら嫌だって言うんで、これ難しいところですね。口の奥にこう一番こう喉の奥にこう入れても上手にピュッて出します。出します。わかりました。あ、それとお薬はまだ1週間ぐらいあると思うんだけど、はい、今度の週末まで切れるといけないんでね。はい、でちょっと余分に持ってっといてください。はい、その方が安心なんでね。はい、で今日出したやつのあの A は一緒だけど B の薬がステロイドがちょっと減ってます。はい、1.61 から1.41。はい、ちょっと減ってますんで、はい、今のね、お家にあるのが終わってから今日のですね。はい、はい、じゃあすいません、はい、お願いします。